こんにちは、安藤祐介です。今日は使い古されたぺっちゃんこのクッションを快適な車椅子用クッションに生まれ変わらせる方法を紹介します。それではお伝えします。こういったぺっちゃんこのクッションを車椅子座面にそのまま敷くと問題が2つ生まれます。まず1つ目は、クッションがそもそも薄いので座った時にお尻が痛くなりやすいということと、もう1つは車椅子の座面ってこのようにたわんでいるので、その上にクッションを敷いて座ると座った時クッションごとお尻が下に沈み込んで動きにくさを作ったり座位が崩れる原因になります。この2つの問題を同時に解決できるのがこちらのアイテムになります。これはですね、車椅子の座面のたわみに合わせて下から少しずつ大きくなるように組み合わせられていて、これ自体は柔らかい素材になります。これをこのクッションの下に設置することによって座った時に座面がたわわないので座位が不安定になりにくいですし、これ自体にもクッションの役割があるので、このぺっちゃんこのクッションと組み合わせても座った時にお尻が痛くなりにくい快適な車椅子になります。それでは作り方をご説明します。これはチップウレタンと僕は呼んでいて、硬いウレタンと柔らかいウレタンが組み合わされてこうマット状になって売っています。で、これ開通ホームさんにあるんですけど、この長さは固定で、この縦の長さは切り売りで売ってくれます。で、10センチで50円なんです。それを10センチ、20センチ、30センチ、40センチで40センチ分買ってきます。なので200円です。で、この縦の40センチの長さは、この座面の長さと同じだと思ってください。で、これを切って組み合わせていくんですけど、ハサミで簡単に切れます。で、このサイズはですね、一番上がですね、30センチ。で、次が28センチ。で、次が26センチと3枚組み合わせます。そうすると、この40センチの幅の車椅子にぴったり合います。で、あんまり組み合わせすぎちゃうと、逆に不安定になっちゃって、座位崩す原因になるので、3枚がベストだと思います。で、30センチで切る、28センチで切る、26センチで切る。それを3枚作ると、こんな状態になりますね。で、これをですね、ぴったりこれが真ん中に来るように合わせて、この状態で止めることになります。で、これ組み合わせる方法は、本当はこう、スプレーのりって言って、ぷーってこう吹いて、くっつけていくのがあるんですけど、それが一番いいですけど、結構高いので、個人的におすすめしているのはですね、こんな感じ。見えますかね?これ、針と糸で直接縫ってあるんですよ。で、柔らかい素材なので、縫えます。で、これ縫っちゃうのが一番早くて、安上がりかなと思います。これで完成です。で、細かい寸法をまた概要欄に書いておきます。今日もご覧いただいてありがとうございます。で、今回作ったこちらのアイテムなんですけど、せっかくなので、プレゼントをさせてもらおうと思います。限定1名様ということで、ご希望の方は、この動画の概要欄のアドレスからご応募してみてください。それでは、今日の話は以上になります。あなたの介護、お待ちしています。ありがとうございました。